エガちゃんです。ヤシャさん、おついにこの日が来てしまいました。あの帰っていい？早いっすよ。まずはガシラさんの口から今日やることを発表していただいてよろしいでしょうか。マジかよ。蒙古タンメン中本北極10倍を食べます。前に北極、ラーメンを食べまして、ガシラさんと M が2倍を食べた動画が、170万回再生を超えたら10倍に挑戦しましょうということでやっていたんですが、200万を超えるというすごい伸び方をしまして、それってやられてダメ？もう約束しちゃったので、こちら本店貸し切りにさせていただきました。ありがとうございます。貸し切りしなくていいよ。俺この前2倍食べたじゃん。次の日お尻の穴ヒリヒリしたよ。お尻の穴が北極になってたよ。どういうことなんですか。でも今回は D も食べるんでしょ。コメント欄で言い出しっぺの D も食べるんだよなっていう脅迫が来てきまして、でもあと S がちょっと10倍は厳しいですということだったので、今回は僕が食べようと思います。おい頭のおかしいお前ら、10倍食べてやるぜ。ウィウダン食べるぜ。おい何なんだよ。北極ラーメンの辛さ10倍でございます。ちょっと嘘みたいですね。ちょっとね、ミートソースがちょっと固まってるね。でご注文間違いないですか。10倍、はい、これで当たってます。一応あの SDGs の観点からも、うん、まあ、一応食べ残しは禁止と、感染対策としてシェアはできませんので、全員完食を目指そうと。よし、今回も前回と同様水なしとなっております。じゃあいきますか。じゃあ行こうか。はい、行きます。いただきます。はい、いただきます。はい、うわすげえ。すごい。うわすげえ。スープじゃないですね。いくよ。結構美味しそう。見た目は確かにちょっと。おおすげえ。なにこれ。辛さのエンドレスが。うわ。うわーこれすごい。うわーちょっと待って。うわーこれ大抵したことない。意外と違うんですか。いやもう全然違う。うわーそんなの見せられたら食えない。ちょっと待って。うわー全然収まんない。うわうわぁ、やばい。ちょっとすげえ。負けねえぞ。よし。いやもう食えないっすよ。涙が出てきた。うわちょっと半端じゃねえ。カレー
入れそう。これ無理だ。いやこれマジで。あともう胃が痛い。ちょっとやばいな。ちょっと江頭さん。はい。2倍よりもやっぱ全然辛いです。もう全然違うもの。はっきり言って塊だもん。もう水分全くないよ。ないですね、水分。液体じゃないですね。粘土質なんだよ。だってもう重いっすもんね。うわ、すごい。ああ水飲みたい。これ絶対無理だよ。はっきり言う。2倍は収まりがあったんだよ。辛さもちょっと中距離だけど、ある程度まで行ったら辛さがなくなるんだよ。これは延々と続くんだよ。涙が出てきた。もっと涙が出てくる。辛いとかじゃなくて痛いっすよ。はっきり言うけど、蒙古タンメンの人がこっちを全員見てんだよ。圧力すごいんだよ。江頭そんなもんかって。すげえ、4人が赤い鉢巻きを持ち。いやー、ムカついた。おおやってやろうじゃねえか。バーカ目に入った。それはやばい。それはやばい。マジ進まねえ。いや、やばいこれ。これちょっと次元が違うよ。ちょっとあとどのくらいあるか。全然減ってないですよ。本当。重。まだいっぱいあるよ。これ大盛りじゃない？あの、北極は普通のラーメンより 1.5 倍麺入ってます。おい、それサービスいらないのに。汗がやばいっすよ。ほんと、ちょっと前回の日じゃないぐらい汗が出ます。どう呼ばないと。ダメかもしれない。早くも。ちょっとこのままだとでも。いやマジ水欲しい。売店伊藤を呼ぼうか。よろしくお願いします。お願いします。売店伊藤。失礼しまーす。お。売店伊藤でーす。お願いします。何者？これどういうこと？前回稼がしていただいたお金で、ちょっと雇わせていただきました。おい、ふざけんじゃねえよ。俺の金。お前がなんでバイト雇ってるの？バイトみたいなやつか。私、玉田誠と申します。よろしくお願いします。ちなみに、はい、何カップ？売店伊藤のアイカップです。おお、伊藤の愛。はい、伊藤の愛。なるほど。はい、ちょっと。ちょっと値上げしてない？ちょっと待って。値上げしてるよ。10倍なので、それぐらい出してくれるかな。ちょっと待ってくれよ、ぼったくりじゃねえかよ。やっぱバイト雇ってるからその分高くして。おい。はい。バイト代上乗せ。で、新しいメニューもあります。はい。あ、モスシェイクコーヒー。これは。飲みたいなぁ。江頭さん、うん、4つください。いや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 、ちょっと待ってくれよ。マジでちょっとお願いします。おい、待ってくれよ。いや、これ飲みましょう。これ絶対うまいっすよ、今飲んだら。お前ら。じゃあ4つください。はい、ありがとうございます。1万だ。俺なくなっちゃうよ。いい商売だな。2万円お預かりいたします。うわー、うわー、すげー、うわ、冷てー。
幸せだわ。ちょっと飲もうか。はい、乾杯。ありがとうございます。乾杯。あ、すげえ。めちゃくちゃうまい。赤のやつ、応援とか、あんとか。はい、詳しく説明すると、応援が耳元で伝えていただける。おお。ちょっと元気づけて応援させていただきます。応援してくれるんだ。はい。で、あんは食べさせてもらう。あ、これを？はい。一口？一口で、はい。どういう商売なんだよ。お前ちょっと調子に乗ってなんかいい商売。よし、このモスシェイクコーヒーがあるうちにちょっと食べよう。稼がないと、行かないと。これ結構でかいな。お、よし、行きましょう。え、結構。お、これ食べれる。食べれる。マジっすか。モスシェイクコーヒー飲んで。食べれる。マジっすか。10倍後から来る。逆に辛くなってないですかこれ、モスシェイク飲んだ後。そうだね。際立ってるね。痛い痛い痛い。バイセイト。あのさ、ガツンとみかんないの。あの、モスシェイクコーヒーとガツンとみかんのダブルパターンってあります？もう無理だよ。もう俺のわがままは聞いて。ガツンとみかんもちゃんと用意してます。よし、じゃあ俺だけガツンとみかん。よっしゃ、ちょっとはこの回お得ですよ。じゃあガツンとみかん一箱。一箱です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では1万円お下がりなので、よろしくお願いします。はい、ガツンとみかん。はい、やったー。ガツンとみかん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このガツンとみかんが北極とバッチリマッチしてるんだよ。これを食いながらこれを食べるとどんどん進む。モスシェイクコーヒーなんか飲んだ後食うとすごい痛くなりますね。そうだね。辛さが際立つよね。よし。出た。おお、すげえ。カツンとみかん行け。ガツンとみかん。すごい、やばい、今1位じゃないですか。やば、
ガツンとみかんの回復力すごい。ガツンとみかんのヘルテン大切。持たないでしょ。大切だ。でもめっちゃ失礼しちゃう。早っ。こう。どうなるか。え、ガシラさんってすげえ。すげえ。あー、ガツンとみかんがない。やばい。ちょっとこの量とこの量全然比例しない。どうしよう。前はこうやって S の技で落ちたから、汁が。あー、そうですね、落としてましたもんね。落ちないんだよ、汁が。全部絡んできますね。痛い、痛い。ギブアップだけはしません。ギブアップだけはしません。さあ、うわ、すげえ。これでもう辛さが取れない。いや、この間の2倍はなんかまだちょっと収まったんですけど、10倍ちょっと全然後からまた復活しますね。そうだ、辛さが。失礼します。あ、相手伊藤です。あんの氷、あんの氷で。おおおおちょっと待って。いや、横から見たらすげえわ。これ行こう。はい、はい、はい。うわ、うわー。あー、これうぅ、これすごく辛さが取れる。すごく辛さが取れると。うん、ありがとうございます。いいな。ちょっとすいません、中本さん。はい。情けない俺たちを見せて。頑張りますから。います。うわー、ちょっと待って。魔法のガツンとみかんだから、俺が麻痺させる。日本ではまだ大丈夫。うわ、すごい、なんかもう結構見えてきてる。やばい。よし。あれ、そこが見えた。ねえ。めちゃめちゃ食ってる。すごい。マジっすか。すげえな、マジ。これもう終わりますよ、これ。うわ、うえ。すごい。マジで。イカシラさん、うん、ねえ、うん、イカシラさんが1位に食い終わるじゃないですか。うん、そしたらもう動画の見どころないんですよ。おい。ブリーフだから。テレビいらないんですよ。そんな裏の話知らないよ。おい、一気に食ってんのに。さあ、なんか頼んでいいですか。なんだよ、俺全員でゴールしたいから、やっぱりもう一箱ガツンとみかん。もう足元見てるぜ。はい、はい、M、 これでなんとか頑張れ。はい、もう D はこれで始末して。
エル、はい、お前もお願いします。ありがとうございます。アゲシャさんはもうそれで、いや、これとこれ。アゲシャさん、ちょっともうしんどいんで、売店員との応援頼んでいいですか。お前これ頼んだばっかりだよ。見てください、ちょっと全然減ってないですよ。僕応援いくらだったっけ。300円です。あ、300円だったらいいよ。ありがとうございます。わあ、気になるな。はい、応援いきます。はい、辛いの食べてヒーヒーしてるんだ。私もヒーヒーさせてほしいな。私だと思って頑張って。おい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 、なんて言ったんだよ。ええってなんだよ。ずるい。ずるい。すげえ、応援パワーすげえ。なんて言ってもらえたの。これってこういう企画じゃなくても、うん、食べに来る人いるんですか。あの一日お一人かないし二人ぐらい。うわ、普通に10倍を、うん、そうですか。そして完食して帰れます。あ、もちろんです。本当ですか。あの好きで食べてらっしゃるんで、多分女性の方が圧倒的に強いですね。あ、やっぱりそうですか。ショコタもそうだもんね。あと少しじゃねえか。あと少しですね。見えてきた。うん、それおお。玉が割れてたんです。ちょっと原因が、エム、正直言って、はい、やれる。やります。やれ。絶対やれよ。おお、この大きな塊。じゃあ売店と、はい、俺あと一口だからあんで締めようか。いいな。ありがとうございます。ちょっと多いんじゃない。頼むよ。結構盛りだくさんに、はい、結構あったり割れたね。はい、あーできないでしょって。すげえでかいじゃん。見上げます。はい、あーん、あーん、おーおおおおもう俺、応援に回るから。よし、頑張ろう。よし、頑張ろう。頑張るぞ。おお。D はもうほとんど完食。いや、チームエガチャンネル、こんなもんじゃないでしょう。全員やれるでしょう。俺もあと一人でいける。オッケー、じゃあ、あん、いいよ。いきます。お願いします。あー、よく、オッケー。よし、じゃあ行きます。お、あ、オッケー。
ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんすいません、遅くまで本当すいませんでした。おおおおおおすげー本物。俺は今とっても幸せです。ありがとう。